おはようございます、今日の動画は、ゴールデンウィーク入ってから久しぶりに晴れました。なので、息子と娘と公園に、お出かけに行った動画になります。こんな感じで、息子と娘ずっと雨でね、なかなかお出かけしても、建物の中とか、ショッピングとかだったんですが、久しぶりにね、元気いっぱいお外で、遊びました。やっぱりね、ゴールデンウィーク入ってから雨が続いていたので、公園はね、やっぱ人多いですよね。滑り台なんかはね、一緒に滑ったりできるんですが、やっぱりこういうね、遊具になってくるとね、僕体重重たいので乗ってしまうとね、揺れて他のね、子供たちも落ちてしまいそうなので、僕はね、こんな感じで撮影しています。やっぱ可愛いですよね。ボス君も可愛いけど、子供たちも可愛い。ほんじゃね、今から帰ってボス君のお散歩動画です。帰ってきて、息子は、疲れ切ってお家にいます。娘は、お散歩についてくると言って、ボス君を引っ張っています。ボス君が引っ張ってるように見えますよね、ボス君。僕もね、ちょっと、トークしながら、お散歩したかったんですが、まだね、ちょっと風邪気味が治らないので、後からね、音声をこんな風に入れています。なのでね、ちょっと、トーク中もね、咳が出たりとか、あると思うんですが、ご了承ください。やっぱりね、ボス君大きいです。ボス君ね、虫とかね、見つけるとすごく興味津々で見よぎます。こっちにおいでと言うと来ます。娘もね、こんな風にボス君に引っ張られながら引っ張りながら、どっちもどっちですよね。こっちと。ボス君ね、娘にも前から言うてるんですが、ボス君にね、先に歩かすと、ボス君がね、自分がリーダーだと思ってしまうので、みーちゃんがね、行きたい方向に行かなかった時はこうやって引っ張ってこっちに来なさいと、いうことを教えました。なのでね、みーちゃん行きたいところ、ボス君違うところに行くとすぐに引っ張ってね、こっちこっちと。ボス君も、それに気を使ってね、娘の言うこと聞いてくれます。やっぱりボス君ね、お尻ふりふり、尻尾ふりふり、迫力ありますよね。本当は真っ黒だったんですが、火に焼けてね、ちょっと赤茶色っぽく、本当ね、クマさんみたいに焼けてきました。こんな感じで、見てわかると思うんですが、やっぱりこれぞ超大型犬ですよね。やっぱり近所を散歩行ってても、大人気です。こんな風に前から見ると、ね、ボス君ちょっと太り気味って感じに思いますよね。こんな感じで。娘もね、こっちこっちと、もうずっとこっちこっちと、ね、お散歩中もね、笑顔が絶えない、笑いが絶えない、いつもね、元気いっぱいのお散歩動画です。そろそろね、田んぼも、水を張って苗を植える時期になってきて、カエルがね、いっぱいいるんですよね。毛虫もいっぱいいるんですが、今の時期はもうカエルがすごいです。田舎なのでね、カエルもいっぱい、お猿もいっぱい、鹿とかもね、夏になればもっといっぱい出てきます。他にもね、イノシシとか、キツネ、タヌキ、イタチとかもね、またいっぱい現れるのでね、夏に動画にできたらいいなと、企んでいます。帰ってきてボス君はもうヘトヘトです。こんな感じで涼しい日陰を探しながら、どこで休憩しようかなと、ニヤニヤしています。やっぱりね、ボス君、お散歩していると、初めて見る方はね、びっくりします。今日もね、車を洗っているおっちゃんとかもね、車を洗うのを止めて、すごいね、大きいねと、最近はちっちゃいワンちゃんばっかりでと、
話しかけてきてくれて、以前ね、おっきいワンちゃん飼ってたんですが、もう今はいないみたいなんで、やっぱりね、ボス君見ると興奮しますよね。で、お父さんお母さんとかね、家族呼んできてくれてね、もう家族みんなで、なんていう犬種ですかとか、大きいねとか、ボス君ボス君って言ってくれてね、それを見ているとね、すごく幸せになります。もちろんね、ボス君本人も、大興奮で、めっちゃね幸せだなっていうのを見てて、わかりますよね。こんな感じでいろんな方と喋って、ドライバーさんとかもね、車止めて話しかけてきてくれたりとかね、やっぱり僕もね、大きい、どちらかというとね、大きいワンちゃんが好きなんで、やっぱりね、ボス君最高の家族だと思って、日々ね、一緒に暮らしています。ボス君のお気に入りのボールなんですが、投げてもね、やっぱりお散歩で疲れているのでね、もう体力がないです。やっぱり大きいワンちゃんだから体力があるってね、結構思うかもしれないんですが、走りもね遅いです。ボス君はね、やっぱり泳ぐのが得意な犬種なんで、走るよりはね、水の上の、救助犬なんですよね。なのでボス君こんな感じで陸の上だとっていうような表情していますよね。下も長いですよね。で、この後ね、月に一度の、リードと、首輪のね、お掃除する動画になるんですが、我が家ではね、だいたい月に1回ぐらいリードと首輪を洗っています。なのでね、今からその動画、よかったら見てください。こんな感じで、やっぱりね、月に一度洗っていてもこんな感じでね、もみ洗いとかね、こうギュギュッとしながら洗うんですが、こんな感じですごいですよね。もう真っ黄っ黄です。石鹸はね、洗濯石鹸を使ってブラシでね、こういう細かいところをこすって、詰まっている土とかね取るんですが、ここのね部分はね、やっぱ劣化して色が変わってしまうとね、治りませんよね。首輪はね、以前バーゲンで買った首輪なんですが、リードはね、 G ドックの、ブラジルにね売ってあるメーカーの、リードを使っています。首輪も G ドックだったんですが、ボス君太くなりすぎて入りません。で、洗い終わって今ね、柔軟剤ね、気持ちなんですが柔軟剤つけて、乾かして、今日の動画終わりたいと思います。最後まで動画を見てくれてありがとう。ボス君は明日の動画でお尻カットをするよ。明日も楽しみにしててね。バイ。